プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん、29、らが出演する、能登半島復興支援チャリティー演技会が15日に石川県で開催される。14日に会場でリハーサルが行われ、村高人さん、33、鈴木明子さん、39、宮原智子さん、26、とオープニングとフィナーレの振り付けなどを入念に確認した。出演者4人が表情に揃ったのはこの日が初めてだったが、 早速息の合った滑りを披露した。羽生さんはその後の練習で4回転トーループ、トリプルアクセル、3回転半ジャンプを決めるなど、キレのある動きは相変わらずだった。演技会は午後3時に開演。会場での観覧はできないが、映像配信サービス、レミのを通して生配信され、配信収益は石川県に寄付される。タイトルは、挑戦チャレンジで。 困難を乗り越え前に進もうというメッセージが込められている。まだまだ本番まで調整を続けて、本当にいいものを届けたいと羽生さん。石川で思いを込めて舞う。配信、能登半島復興支援チャリティー演技会は、デミノで生配信。見逃し配信期間は15日午後4時30分から30日午後11時59分。